皆さんこんにちは、ケンボウです。今日はですね、とあるパーティーに出席しております。いい動画が撮れるかお楽しみに。さあ行くぞ。やっぱりそれはそれですごかったですね。なかなかそれだけで通用しないんですよね。やっぱり野球を一生懸命考えて頭を使って体を使ってそういうことを一戦でこうやっていくっていうのはそれなりの理由があって、そういうものをちゃんと分かってない、できないですよね。それをプロ入って何年かぐらい分かるんですよね。自分の技術とか自分の才能だったり、キノコロなんて思ったら大きな間違いで、まあ、100匹残れないんですよ。その自分の才能をどうやって生かすかっていうと、相手があると思って頭使わないんですよ。頭使うというか、そういったこう好きだったりその人の動きの癖だったりとか、そういったことをやりながら気づいて、そこにこう、仕掛けていくっていうようなことをしていかないと勝てないんですよ。そんなものを関係なくガンガンやれる選手っていうのはプロ野球界の中で本当に数少ないですよ。みんな対処してるんですよ。でそれの中で、あ、できるかつかってことが何個か出てくるんですよ。そのことに対して考えないといけないんで、できないままだと絶対終わらない、終われないんですよ。できなかったことができるならない、次のステップに行かないとやらざるを得ない。それをやらない子はやっぱダメなんですよ。やらない子はやっぱりもう終わってしまうから、そのままそれをやっぱり逃げる子もいるんですよ。いや、俺はこっちでできる。僕らはからかってます。ああ流儀みたいな。そうですなんかこれ私、辰年なんですよ。はい、まあ一応こうなんか、こう言ってもらえることも狙いです。一芸を極めるっていうところがやっぱりプロフェッショナルなんで。うん。やっぱ一芸を極める。そうですね。そこがプロなのか、あとは、まあマニュアルっていうものが今、どこもできてきてるんで、そこに依存しすぎると自分の色がなくなってくる。はい。ブレずにやるっていうのが、自分が流儀です。フットプライド TV。